はい、どうも、ヒカリです。今回ですけども、先日7月11日に緊急メンテナンスをするということで、3枚のカードがナーフされるとなったと。アッキっていうカード、それからエイラというカード、そして復讐ヴァンパイアで、強さを誇っていた、セクシーヴァンパイア。まあ、この御三家のカードがすべてね、ナーフされたということなんやけども、まあ、これに対して結構不満の人がすごい多くて、まあ、確かにそのナーフというのは、正しい選択であるんやけども、もっと他にもナーフするべきカードっていうのはあるでしょうと。で、今後なんか1年以内に確実にナーフされるであろうっていうカードがまだ何人か残ってるよね。多分運営的にはその一気に5枚も6枚も7枚もワンダーランドドリームズと同じような失態を繰り返すというのは自分のね情けというか、やっぱり運営的にもね、そういうのやりたくないと思うよね。だからこそ今回3枚に抑えたという結論に至ったと思うんやけども、ナーフするならもっとナーフすべきカードがあったんではないかと今ユーザーのね中でまあ議論されてるわけなんやけど、まあこの件に関してはもうこの動画でね、もう自分最後にしようとね思うんやけども、まずこのクルトというカードやね、このカードは確実にね今後ナーフしないと悪さをするカードやし、やっぱ進化しただけで相手の盤面を全部取りつつで、スタッツも変わらないし、まあそのエイラの能力関係なしに強いカードなんで、まあ普通にもうなんか回復系のビショップ以外にもなんか普通に4コストの枠として、まあ盤面制圧できるからという理由で帰ってくる可能性全然あるんよね。しかもリペアモードとの組み合わせやったら盤面4点ダメージとかも全然出せるし、まあ終盤に関してもすごい強いカードやから、まあまずこのカードをね早急に手を打つべきやったな。はい、それから2枚目で自分思うカードがこの堕落の漆黒アザゼル。このカードに関してやけど、進化するだけでその10点になるんやけど4回分散攻撃しないと勝ち筋がなくなるっていうのが、そのメイシアとか、それからまあ今期追加されたリメイク版のジェネシスドラゴンとか、一気に決めるカードっていうのがたかが攻撃力3点のカードになってしまうっていうね。このアザゼルがいるだけで、アザゼルを進化するだけでそういうスタッツのカードを全て無効化できるということで、その一気に決めていくデッキっていうのが全部それでもうなくなっちゃうよね。だからこそドラゴンを息してないよね。このアザゼルがいなければワンチャン相手が復讐になったとしてもジェネシスドラゴンとか、まあ、ゼウスとかで決めていけるんやけど、その全部の疾走カード、大きなスタッツのカードを全部根底を覆すっていうことで、まあ、やばすぎるんよね。バンプの中でも一番やばいと言っても過言ではないカードが、まあ、アザゼルであると。で、まあ、ヴァンパイアのカードで、まあ、申し訳ないんやけど、この悪劇の公爵ユリウスに関しても、まあ、詰め込みすぎやんね。このカードも確実にね、ナーフされると思うよ。ただ、まあ、今回ナーフされなかっただけで、まあ、絶対8月、9月、10月、まあ、どの辺か知らんけども、確実にナーフされるよ。で、3コス1号っていうスタッツまずおかしいし、で、能力ももう言うもんはでもなく、上積もるがなで、もう意味のわからん能力を持ってると。まあ、運営はこの3コス1号のユリウスっていうものを放置するのかって感じやんね。他の3コストのカードに比べて、明らかに性能が桁違いやし、まあ、バンプを優遇してる感がすごいよね。まあ、こういうぶっ壊れのカードがそれぞれのクラスにいるんやったらわかるんやけど、バンプだけこういう3コスの強いカードがいるとなると、ちょっとずるいよな、って感じはあるよね。それからまあロイヤルで言われてるのがこの機械刃の石膏。これね、今隠れてまあ息をしているカードなんやけども、まあ今の復讐ヴァンパイアが強すぎて、このロイヤルの機械系のデッキもね全く勝てないよ、ぶっちゃけ。あまりにも復讐ヴァンプが強すぎるから、まあカラミティとかで一掃されたりね、全然息してないんやけども、まあ今回のナーフによってもしロイヤルが台頭してきた場合に、このカードの1枚のカードの能力っていうのはかなり高いよね。まず、レジェンドカードの、その、シンデレラっていうカードいたけど、あのカードは3コス44でかなりデメリットがついていたにもかかわらず、まあ、簡単に3コス44のスタッツを出しながら、なおかつ進化しただけでゴブリンメイジやったっけ？進化するだけで確定除去狙えると。なので、3コス66で殴りつつ、相手の盤面確定除去することができるということで、まあ、かなり強いカードではあるんよね。ただ復讐ヴァンパイアがあまりにも強いから息してないってだけで、まあもしかするとこのカードもね、ビレーゾーンあるよね。そこの単体ではかなり強いカードなんで、まああとはね、まあ復讐系で今回ナーフされるとするなら、まあひしめくアッキーはね、多分これでもう、ナーフされる心配なくなったかな。で、魅惑の一撃とか、ナイトメアに関してなんやけど、
まあ復讐ヴァンパイアのそのセクシーヴァンパイアがナーフされるんであれば、まあちょっとね弱くなるから、まあこの辺もナーフされる心配はもうなくなったかな。でなんか今までナーフ修正された時、水乱炉の使いの時もそうなんやったけど、何かのカードがこう情報修正されるっていうねパターンがあったんやけど、まあ今回情報修正されなかったんやけど、このハルクドラゴニュートのスタッツを1でもいいから上げてほしかったな。こう進化するとカードの能力によって破壊されないという能力が付与されるんやけど、その進化するメリットがな、そのプラス1されればメリットあるんやけど、まあドラゴンとしてもね、8コストっていうまあ多大なるコストを支払ってるにもかかわらず、体力が4しかない。で、なおかつ進化してスタッツが変わらないっていうのは、もうね進化する意味がほぼないというか、なんか進化系の無駄感がすごいよね。で能力によって破壊されないって書いてるけども、まあ結構な確率で破壊されることが多いしね。だからまあドラゴニュートに関しては情報修正してほしかったな。まあ今期ね、いろんなこうカードパーッと見る中でさ、なんか全然わからないなカードあるやんか。なんかわからんカードっていうか、ゼルとかハーメルンとか、クククツのブレイブフェアリー、そしてエイファとか、こういろんななんかカードがリメイクとかされてるのに、その他のカードが全然使われてないよね。で新しく環境始まったのに、こう一定のカードだけが強すぎるから、もうそいつらしか使われてないって感じがすごいあるんよね。いろんななんか面白そうなカードがいっぱいあるのに、あまりにも環境過酷やから、こういうね、他のカードたちが全然ね、見ることもなく終わっていくっていうのがなんかちょっと悲しいよね。運営としてもさ、せっかくこういうカードを作ったのに全然使われてないってなるとさ、やっぱりなんか作った意味っていうのがねなくなってきちゃうよね。こう癒しウルキフェンサーとか、なんかロイヤルのねフェンサーがねリメイクで帰ってきたって感じなのに全然見ないしさ。まあ個人的にはね、今回なんかレビオン系がやっぱ主軸で、なんか新しくクラスが追加されたこともあって、やっぱりロイヤルの復権やと、まあ 前回ロイヤルタイヤ1位取ってたけども、なんかレビオンで勝っていくかなと思いきや、レビオンも全然活躍しなかったということで、まあ他にもね、まあ今回ナーフすべきカードがあったんじゃないかという私の意見なんやけど、まあ他になんかその修正すべき点、まあ前回の動画でもいいんやけど、そのナーフするまあカードにあたっての意見とか、まあその情報修正してほしいカードとかね、何かしら意見があれば私のコメント欄に書いてもらえれば、そのコメントで面白いのがあれば今後もね、なんかその活かしていければなと思うので、まあ私としてはね、やっぱネクロとかもね、やっぱ活躍もっとしてほしいよね。アイシャもなんか当たったからね。まあ今回のナーフでどうなるかわからないですけども、まあとにかくまだね、まだまだナーフしなければいけないカードっていうのがまあ 2,3 枚あるので、そういうところもね踏まえて皆さんどう思うのかっていうところをコメントしてもらえれば、嬉しいなと思います。はい。